さあやっていきましょう。今回も始めました第4回アザラシアナリティクスの時間でございます。どうもパーソナリティのアザラシでございます。だから実際パーソナリティって何なんだよっていうのは、そういうまた地味なツッコミを自分で入れつつ、いやー今回1月分は厳しいぞねえ。あーどうだ、これ1月分じゃねえな、28日分だな。1月分にしとこう。今月1月でいいな。1月分。ぴったし1月分になるはず。ベシッとね。1月1日から31日まで。31日間のね、トータルのデータはこちらになっております。まあ見たらわかるよね。ちょっと芳しくないというか、まあしゃあないんだよ。1月忙しかったんですよ。ね。やっぱ勉強が、試験勉強が忙しくてね、動画をおちおち上げてる状況じゃねえ。そんな状況だったもんで、もうしょうがない。まあ、この中でもね、まあ、どうだろう、チャンネル登録者数少し増えたりね、今35人になりました。いいことです。やっぱチャンネル登録者数増えるのはいいことですね。うん、それはやっぱり一番かな。あとコメントがちょっとね、ちょいちょい不ついた。コメントもありがたいですね。打った、投げかけた波紋、小石に対して波紋が返るっていうのは、やっぱその、ね、視聴数とか、視聴回数とかね、再生時間とか、また別の要素というかね、面白みがありました。推定収益ですけどね、1.24 ドルでございます。1.24 ドル、ドローラー経由を辿った回答、このやつ、こんな感じ。上がって落ち、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 みたいな、そんな感じがですね。何なんだろうね、上がって落ちっていうのはね、コンスタントにこう、コンコンみたいな、コンコンコンみたいな、ここコンコンコンみたいな、何度もね、コンコンコンみたいな、上がって落ちみたいなね。まあ、一番上なところが、で1、2ドルで、まあ、今回ね、なんか1月一度もこう0ドルにならないかなと思ってたんですけど、残念ながらここで1ドル、0.00 ドル記録というね。いや、まあ、しょうがないんだよ。まあ、そんな大して面白いのあげられないなという自分でも自覚があるからね、それはもうしょうがないなと思うんですけども、1.24 ドル、去年、まあ、12月分、ね、どうだったかというと、こう、ね、動画で見ると、動画でまた参照してるけど、動画で見るとね、やっぱね、1.6 ゴールドルなんですね。高いところはこう 0.15 ドル超えてるぐらい。ここのね、やっぱあの年末のこのラッシュ。年末のラッシュでこう、やっぱ平均的にここがね、そこにつかずに、クッといったからこうなったんだろうと思うけど、1.65 っすよ。それが 1.24 だ。下がってる。下がっちゃってるもの。ね、面白いことしていか、いけてなかったということが1月なんで、まあ、2月頑張っていきたいと思います。と、言いたいとこなんですが、2月は、なんだっけ、チャンネル登録者数が1000人以上。ね、それから再生時間がトータル4000時間以上。年間ね、年間トータル4000時間以上じゃないと、そのお金の収益、広告収入受け取れないみたいな制度が、規約が変更になりましてですね。まあまあ、さっきも言ったけどね、うちのチャンネル今、登録者数35人、たった35人でございます。これでもありがたい35人だけど、1000人じゃないとダメっつうんだからね。1000人は遠いよ。はっきり言って。虎の子の35人が1000人にはならん。ね。で、再生時間もだな。まあ、ちょっと見ていくか。再生時間も、まあ、なんだ、1年間で4000時間でしょ？1月で今9279ぐらいで、これが、まあ、そうだ、とりあえず365日系で見てみますか。365日系で見ると、こちら。4752分というようになるわけでございます。4752分、これをだ、計算すると、もう一回計算しちゃってるけど、4000でいいや。4万を60分でやるだろ？何時間って言うと666時間だね。660時間をこれを4000時間にしようと思ったらだな。まあ、バカバカしい計算だけど、もう一回6かけりゃいいね。だからまあ、4000を6で割って、4万を6で割って、で、これを、ん？ああ、4万を、バカかな。4万を60、あ？あ？
半角チャーハン4万を60で割って666時間、これをなんとか6000分にしようと思ったら簡単だわな。6をかけりゃいいんだなっていう。4000時間しようなら6だよ、うん、6をかけりゃいいんだ。だから結局6倍ぐらいね、今の6倍ぐらい頑張んなきゃ、とてもじゃないが、つまり、前提となる1000登録者数とプラス4万分6倍4624、24万分ぐらいか、うん、ぐらいやって初めて収益化できると。もうとてもじゃないが、とてもじゃないが無理でございます。悲しいけれどもね、ちょっとアナリティクスでお金の話をするのはもうできなさそうだ。これからは視聴回数とかそういう風な、ね、コメントがつきましたってか、そういうことをね、そうか、コメント返しとかそういうのもここでしていくのも、いやどうだろうな、それはどうだろうな。コメント返しされたら喜ぶ？実際問題、恥ずかしくない？恥ずかしくないならいい。いや、まあそうか、そういう場合は見えないようにコメントとかできるんけ、それできたっけ、そんなことが。よく覚えてないな。まあコメント返し的なこともやってもいいかもね。うん、コメント来たらそれに返して、これでこっちの方でコメントしてくるという、こっちの方でコメント返しねしていくのもありかもしれないっす。いろいろ考えていこう。だからこの推定収益のところはゼロになっちゃうから寂しいよな、それ。だからおそらく2月20日前だから、2月分のやつで最後ですね、推定収益の話がもうできるのはね。それからは、まあ、これの再生時間とか視聴回数とかその辺でやっていこうと思います。まあよかったらね、チャンネル登録お願いします。これとかたまたま見てくれた人でもいいのでね、チャンネル登録者数倍増どころじゃない計画ね、10倍増計画、10倍増でもダメなんか、20倍、30倍ぐぞぐらいしないと。無理だ。で、まあそうだ、今月分の360、28か、1月の、今月分の再生時間でちょっともう一回、今月の動画群を振り返ってみますか。見ましょうか、もう一回ね。それやっとこう。やっぱね、これね、視聴回数、時間かな、これ。時間か。最初回数でいっとこう、一応ね。回数で見て、まあ、やっと昨日ちょっと上がったけどって感じかな。昨日つか31日か。ちょっと上がったけどっていう感じだけど、まあ基本的には、低空飛行。その中で、ああ、再生数多かったなーっていうのもこれだね。やっぱね、野球つくの動画が強いし、昔のやつだし、いつ上げたやつだよってやつが、未だにこの牽引してる自分動画チャンネル。まあすげえありがたいけどね。すごいありがたいけどね。でもそこを超えられてないっていうのが自分の中でもちょっとうんって思うね。んで、まあ1月に上げたのはこちら、いや焼きつくシリーズの新シリーズ、ルーキーの清宮シリーズのパート、あれパート1にしてるな、これタイトル間違えてない、タイトル間違えた、パート2になってるか。まあパート2のこれとかがまあなんとか食い込んでるけども、まだまだ火がついてないね。火がついて、まだ、今シーズン開幕してないからね。開幕したらもうちょっとなのかなっていうね。まあ、ホークスシリーズじゃねえや。ドリキュア、野球ハソシリーズとかも上がってるね、これ。あとこれね、今月上げたやつといえば、この、漫画原稿用紙の作り方と小回りの端かなっていう、こういう風なの、すごいね、頑張って編集したんですよ、頑張ってね。すごくこう、わかりやすい感じでね、解説しようと思ってね、わかりやすく、編集も結構頑張って、やったんだけども、再生数28再生。あんまり伸びずっていうね。そんなに需要ないか。ないな。よく考えたらあんまないな。あれ、これほんま視聴回数順になってる ?154 が一応に来てるけど。なってないじゃない。こっちが視聴回数でグラフになったけど、こっちできてない。おー、こうなるのか。やっぱ一番はあれだな。最初のカープ優勝シリーズのこれやっぱ211回で一番。ありがたい。白いモコモコふわふわの画がなぜかやっぱね、再生されるんですね。これ何なんだろうな。なんで再生されるんだろうな、これ。自分でもわからん。あとは、まあ、そうだな。あとはこの、マウスカーソルの買い方とかも根強い再生を誇ってますね。なんかこう、木をてらったような、実況というか、竿を直してみたりだとか、漫画原稿の作り方とか、こういう風なのが、
あのマウスカーソルの買い方みたいにニッチなハウツーとしてね伸びるかなと思う。そうでもない、なかなかそうではないな。人のね心に訴えかけるちょっと気になるような動画みたいなのはね、その発想力がまだまだ足りてないね。いろいろまあとりあえず、下手な鉄砲も当たる戦法でね、うん、どんどんやっていくのもいいのかもしれないですけど、まあ、現実1月はこんな感じでしたと。ニューニューがもうちょっと上がっても、上がってますね37回だけど、まあ、ニューニュー、まあ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 、まあ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 。個人的にね、最近の一押しはニューニューなんですけどね。面白くなってきた、ニューニューがね。見てほしい。ぜひニューニューを見てほしい。知らない人にもニューニューを見てほしいなって思いますね。リアルタイム見とく、ついでに。このリアルタイム見るの楽しいんだよ、結構ね。毎日見るの楽しいみたいな、そんな感じなのがリアルタイムでございます。こんな感じでございますね。焼きつくの、もしきよシリーズのパート4を上げたばっかしなのでね、それが今一番上にこう来てて、続いて48時間系と60分系みたいな感じで見えるわけでございますね。これね、見るの毎回結構楽しい。これがね、48時間で、どれくらいだったらいいんだろう。1時間あたり10回再生したら480になるから、それがもうたった150ってことなのに、まあまあ、まあそれでも十分再生される方が。これスノーとか全然自分ですら見てないからな。だから肝入りで始めた割にいまいちやっぱね、なんつったらいいのかな、ため撮りにしてるっていうのと、ノベルゲームにしてる、ノベルゲームの実機はやっぱちょっとね、ちょっと難しいな。うん、面白いんだけど面白さを伝えられないっていうか、まだ面白くなってない序盤の部分はそんなに面白くないでした。まあ、やっぱ一番そしてダメだなって思うのはため撮りにしちゃうことかな。ため撮りにしてあげるとさ、どうしてもなんかこう後々っていうか、その上げた瞬間のこのこちらの高まりがあまりないというか、やっぱその日に上げる動画はその日のうちに撮って、そのままパッとこう蔵出ししたい、蔵出し生したい、それができてねえからな。やっぱそのもうちょっとこう工夫が必要かなーっていう雰囲気がしますね。ため撮りにするならね、ため撮り向きやっぱこのニューニューだな。いつでも新鮮な感じでね。さあ行きましょう。今回は、ね、このステージやっていきますみたいな感じでね、ため撮り向き。逆に言うとノベルゲームはね、ため撮り向きじゃないね。うん、自分的にはそう思う。アザラシ的にはそう思いますね。ノベルゲームみたいなのはあえてため撮りにせずみたいな、うん、その日のテンションで行くみたいな、それがいいのかもしれないな。まあ、2月に入ったんでね、2月はね、もうちょっとこう頑張って動画上げていこうと思います。面白いのもどんどん上げていこうかなと。春休み入ったんでね、気をてらったような実況もしていきたい。で、動画上げるペースも上げていって、できればね、2月中3月中この間にね、登録者数100人ぐらい行きたい。全然不可能な数字なんだけどね。1月中で2人しか増えてないのに、2月3月で100プラスだと60人とか、60人近くとかね、60人 ?35 だから、65人ぐらい。もう、まあ、絶対無理なんだけど、できればやってみたいな、と、そんなことを考えておりますね。うん。てなことで、まあ、しゃべくり倒しましたね。アナリティクス、なんか他に見たいのある？まあ、ないでしょ。ないでしょ。ね。ほい。ほいほい。ほいってな声でね、アザラシアナリティクス。ね、悲しみの1月分でした。次回パート2じゃない、2月分ね、2018年2月分、第5回新しいアナリティクスでまたお会いしましょう。その時はね、どうしようなね、コメントとかついてくれたらコメントへの褒め返をしようかな。コメントに対してこう軽くさらっと返していこうかな。これがもしもさ1万とかコメントになったらさ、さすがにどうしよう。虎ぬ狸の川山よっつんだな、そういうのな、うん、なことありえねえわ。うん、じゃあまあこんな感じで、あ、この辺とか見る？性別ほぼ男性 2.2% 女性と、カンボジア 3.7% と、何だったカンボジア 3.7% って、カンボジアから見てくれてる人がいる。どれを、それちょっと気になる。カンボジアって何？カンボジアってカンボジアの人がまあまあ焼きつくとか CM を見てくれてる。カンボジアの人なのかな。カンボジアがめちゃめちゃ出てる。首都プノンペン、ポルポト政権下での銅のコーナー。まあいいや、あんまりカンボジアのことは詳しくない、行ったことないしね。
ほいじゃ、まあ、そういうことでね、新しいアナリティクスのパート4、第4回新しいアナリティクス1月分でした。また、別の動画でお会いしましょう。ほなまた。